一番『アメトーーク』で嬉しい帰る時に梶さんがエレベーターまで来てくれるやつ、はい、あれは嬉しい嬉しい、川瀬それでゲットしてました。うわーすごいね。梶さんが本番中にもう一回出てよって言っても、いや出ません。でも川瀬さん金八先生好きなんで、金八先生のじゃあ『アメトーーク』だったら出るって言ったら、じゃあ考えときますみたいな回答は。だからもう知識とかあと論破力はもうひろゆきで、結構関西弁でまくし立てる感じはガーシーなんですよ。で自分の信念を貫く感じはガクトなんですよ。なるほどなるほど。全部持ってるんですよね。なるほどな。で生き方はパクセロイだ。めちゃめちゃかっこいいです。かっこいい。みんなが出てほしいに決まってる。